タンスの中から宝石箱が出てくるかわからない。でどこから貴重品が出てくるかわからない。泥出ししながら見つかるとポケットにしまう人がいるので頼みようもないんですって。ところがクリスチャンたちのそのボランティアで、そして、行って、そうすると、泥出ししながら、これ何ですかねって箱なんとなく分かりますね。そうするとその家の人に持って行ってはこれ探してたんです。金庫が出てきたりするとああここにあったで、泥棒することがなく、きちんと見つかったもの、見つかったところから報告するということで非常に喜ばれ信頼されて、そして今度日曜日、礼拝がありますからっていうと、そういう人たちが本当に来てくださって、そういう方の中に救われる人が起こされているということで、クリスチャンのこのボランティアの人たちが信用されて、その活躍が認められていること、これは感謝です。もう一つのことですね、これは私たちが発行したその報告書にもあったと思いますけれども、漁師の方が、若い時小舟を買って、そしてだんだんと、生涯かけて、この、58歳の方が、しばらく前に2億円の船を買って、そして、返済しながらいよいよあと1000万円で2億円の返済全部終わって、その船を息子に譲って自分は隠居することができるという、そういう矢先に沈んでしまったんですね。手をこまぬいているわけできません。家も流されて船も流されて、しかし息子と話ししながら改めてね2億円の船を買い込んで、そしてこの、漁業を始めた方がおられるんですね。その方が、そういう勇気持つようになったのは救援物資をいただいて、そしてクリスチャンたちのその笑顔の力に励まされた。で、2億円の船を沈んで私は良かったって言うんです。生きることは新しい価値を見出した。それはもう仕事仕事、そしてお金お金、結局はお金だと思ってたのに、何もかも失ったことによってお金ではないことが分かった。津波にあってよかった、それに気づいたからだってんです。この方がですね、自分の山持ってるんですよね。4000坪の土地を、この私たちが行っている岸並先生、牧師ですが、その救援活動の中心的になっている方に捧げて教会にしてください、あるいはクリスチャンたちが何か店やら事業するならば自由に使ってください、4000坪の土地を捧げてくださったんですね。三つだけにしますけども、すべてのことを愛働かせて益としてくださる。今日皆さんに絵はがきを お土産ということで一枚きりですけども、このような絵はがきのセット、後で正木先生が紹介してくださると思いますが、
この絵はがき、絵も字も書いてくださったのは白畑久子姉妹です。私たちの教会のメンバーですけども、この方がですね、脊髄空洞症というこの難病をお持ちなんですね。今もなお。で、しびれる、痛い、それに、彼女は、この思い悩まされていたわけですけど、台所仕事を主婦しなければいけない、掃除洗濯はしなければいけない。で、その痛みをただこらえているだけではということで、一つ考え出したのは、台所には玉ねぎを描き始めたとかですね、あるいは生句を写し始めた。そうするとね、鉛筆で描くと筆圧ギギギギってこう力を込めないと鉛筆描けないって言うんですよね。ボールペンだともっと強く押して描く。これは健康な私には考えられない、指先ですね。筆だとね、なぞるだけだから力がいらないんだそうです。それで筆で字を書き、絵を書いてできるようになった作品がこれなんですね。この方が信仰を持ったのには、ご主人に黙って洗礼を受けたんです。反対ですから。そして教会に行くと家が閉まっていて閉め出されたり、自分のテーブルに聖書を置くと取り上げられて、何度ね、家から締め出されたか、何度聖書をこう取り上げられたか。反対の家果てには、おいここに座れってね、茶の間に呼び出されて、お前な、俺とキリストとどっち大事だとこう突きつけられたって言うんです。皆さんだったら何とお答えになりますか。どうでしょう。申し上げましたね。どうですか。あなたを捨てるわけいかません、教会にも。それは大したことない信仰ですね。本当の信仰はキリストが一番じゃないですか。もちろんあなたじゃありません、キリスト様です。そう言わなきゃダメですよと私は言いたいところですけども、彼女そう言いませんでした。彼女が言ったことはね、あなたをもっと愛したい、あなたともっと幸せな夫婦生活、家庭生活のために力が必要ですから、教会に行かせてくださいって。そしたら黙ってね、車の鍵をシューってね、前に突き出してくれたんだそうです。そして、しばらくしてからですけど、魚を彼女持ってきてくださって、ご主人が釣りが趣味で釣った魚、獲物、牧師さんに持って行けということで、いただいて、いただきました。皆さん、私たちは全てのことを愛働かせて益としてくださる神様を、私たちの助け主、そうしていることを今朝この言葉を信頼して礼拝捧げたいと思います。最後ですけども、3番目のことですが、最後のこの30節の言葉結びにね、栄光をお与えになりました。これは私たちに栄光を与えてくださることを言ってるんですね。神に栄光というのはもちろんですけども、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。私たちが神に栄光を捧げるのは私たちの務めですけども、ここで言ってるのは、神がね、
私たちに栄光をお与えくださる。私たちがいただくことのできる栄光の最たるもの、突き詰めて言えることは、神の子にされたということではないかと思います。私たちが神を愛する人々というのは、それは神様が愛してくださったということですよね。そして私たちをこの召してくださった、それは私たちにご自身の任務を託すために召してくださった、それは罪人であった私たちを許して神の子としてくださったということ、これに勝る栄光はないじゃないですか。この途中何度か、ちょっと見たいと思いますけども、28節から、26節ですね、26節から今見ていますけど、神を愛する人々というのは私たちのことであり、ご計画に従って召されたということも私たちクリスチャンのことであります。そして神様は全ての人をあらかじめ知っておられる、私たちのことを知っておられる、知られた存在というのは私たちのことです。そして神の子の形と同じ姿にあらかじめ定められたというのも私たちのことですよね。イエス様は御子です。その御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたというのが私たちですよね。そして今度は御子が長子、私たちは弟分だということですよね。私たちはイエス様が長男で、私たちはその弟分であること、なんとすごいことでありませんか。義と認められたもので、30節に。そしてこの30節、栄光をお与えになりましたというのは、神の子とされたということです。今私たちは神の子とされています。神の子であることを固く信じております。そうですよね。この私たちが今、アバ父よと呼ぶことができるようにされていること、少し前に戻りますけれども、このローマ書8章の15、16節、有名なところですね、ちょっとお読みしましょう。神の子とされているということの素晴らしさがここにあります。8章15と16節、ご一緒に読んでくださいますか。16、17まで、3、はい。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともにあらかししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。神の子ということをここでね、アバ父と呼ぶことができるということと、共同相続人であるということの説明になっているんですね。御霊ご自身が私たちに神の子供であることを証ししてくださいます。